ウォーモンガーズ所属、イヌタ古文豪ヤスより、軍務にあたっては詳細な命令を賜られたく、融通の利かぬ力バカでござりますがゆえ、命を落とした家族を思い出すと今でも寂しくて恐ろしくて深い穴に落ちた心地になるのです。これからずっとそうかもしれんと。斧が何をなすべきか代わりに考えてはくださりませぬか。自分で考えるのがどうにも怖くてたまらんのです。おはようございます、司令官殿。はあ、ご命令はいつ何時とて直立不動でお待ちしております。自分はどうにもよなれぬ男なもので、告白などされた日にはころりと落ちてしまいます。まったくお恥ずかしい限りで。教官殿や軍医殿には大層ご迷惑をおかけいたし申す。どうにも毎晩夢にうなされてしまうもので、軍務には影響ないよう努めたく。かの最前線指揮官殿の命令に従い、自分たち兵隊は動くもの。考えることはお任せしているのであります。司令官殿はご立派です。自分とは比べ物にならんほどご立派ですとも。家族を亡くして臆病になってしまった自分とは。ご冗談はおやめくだされ、司令官殿。自分どうにも不器用な兵隊にござり申して、その恋に落ちてしまうのであります。たとえ苦難の坂道がこの先待っていようとも、いざとなればこの安寄りが瀬名におぶって進んでいこう。結婚しよう。考えるのは自分の仕事ではありませんただ下された命令に従うまで。任務了解いたし申した。それ！んだそれ！うっ！花は散るもの、葉は落ちるもの、命は核も儚くあるもの、弾痕こよ助かい！おめでとうござり申す、司令官殿。見事な采配に自分は感服いたし申した。どうかご命令をくださりませぬか。もうこれで楽になってよいと。差し入れどうもごちそうさんです、司令官殿。つまらぬものではありますが、どうか自分の心ばかりのお返しをお持ちいただきたく。お疲れ様でござり申した、司令官殿。別の戦場が近く待っておりましょう。どうか次もまたお連れくださりますよう。四股踏みならす土俵上、四つに組んだる大しさは、これぞまことのよほほほい。
であります。東京放課後サモナーズ、発見者が一人、犬田古文吾康よりいざ尋常に真っ向勝負、どすこい。